はい、じゃあ今回も上腕三頭筋、腕の裏の種目の基本として、キックバックやりたいと思います。キックバック、まあ、基本はこう体をちょっと前傾させて、で、肘をグッと上げます。肘これで地面と水平ぐらいに、上腕が水平ぐらいになったら、そこからこう水平に位置を上げます。で、下ろして上げて、で、下ろした時この位置でもうあまり力入らなくなっちゃうんで、垂直のところまで下ろしちゃうと、ちょっと余裕持たせて、ちょっとこう下まで下ろしきらないで上げる。特に肩をこうグッとちょっと上に跳ね上げるぐらいの気持ちで上げると結構ちょうどいいかなと思います。これは肩がこう短縮した状態なんで、かなりあの短縮ポジションでの負荷をかけたい時とかに使えます。上腕三頭筋の基本の、キックバックでした。ちょっと待ってください。一応まあこの姿勢でもいいんだけど、あの結構重さがまあ腕なんで軽いんで、そんなに特に腰に問題がない人だったら結構丸まっちゃっても、個人的には、まあ、腰に必ず問題出ない範囲で、自己判断でですけど、まあ、丸めてやっちゃうのも、この肘のポジション高く保ちやすいので、重さが軽いのを使ううちなんかは、これもありです。ただ必ずあの腰に問題がないこととか、まあ、ある程度体幹強いこととか、そういう条件でやるといいかなと思います。不安な人はあのベンチにこうグタッと寄りかかってやったりしてもありです。上腕三頭筋のキックバックでした。ありがとうございました。